ハンマーヘッドに参加して1年近くになりますが、そもそも参加のきっかけは何だったのでしょうか。リーダーの滝さんに、軽い感じで言われましたね。ハンマーヘッド入るって。そんなに軽くですか。そんなに軽くです。ハンマーヘッドはもともと憧れのバンドでしたし、チャンスだと思ってこちらも即答しました。それでは上さん、参加して今いかがですか。次から次へと状況が変わっていくので、ついていくのが大変です。ただ、思ってもいなかったことが実現していくのがものすごい刺激的ですね。現在アルバムレコーディング中というのをお聞きしましたが。はい、プロデューサーの、兼石川さんのもと、メンバー一丸となって制作中です。それでは最後に一言お願いします。ハンマーヘッドのファーストアルバムが来年リリース予定なので、マジですごいアルバムなので期待しててください。